まあ、こういうね無限武器を入手してしまうとすごくね難易度が下がってしまうんだよね。まあ、これはこれでありだと思うんだけど、すっげえ苦労したからね。とハードコアで S プラスを取らないとこの無限武器は手に入らないですわ。すごいしんどいです S プラスなんて。S プラスは、2時間半以下セーブ3回かでね、なんと奇跡的に2時間26分だったんですね。まあ、タイラントすぐダウンするな。今のうちに離れなきゃ。強すぎだろこのミニカン。あとでロケットランチャーも使おう。神像は羊こと鳥、羊こと鳥、ライオン取ったっけ？ライオン。ライオンは、王冠トーチ取り。まあ、あっという間にね、終わってしまうみたいな。いやーしかしね、毎回この地下道の入り口の鍵を考えたやつはね狂ってると思うな。これね、地下道通ってコンビニ行きたい時どうするわけ？毎回これをやるわけ。なんか回復薬とかいるかな。緊急スプレー1個持ってく。手榴弾持ってく。待て、コンバットナイフもいるべ。さあどんどん行こう。なんか G 第一形態なんで、これ簡単に倒せそうな気がしてならないんだけど。誰、誰かいるの？誰かいる？怖いよ、なんか喋って。
で行くともしない。嘘だ、あんなねミニガン楽々担いでる女がね、それくらいね起こせないわけがないと思わない、ね、ビクともしないなんてどんなことだよ。何もしないから怖いの？私が助けてあげる。助けた。でもあなたの方では。何？よく聞こえない。あなたの方が危ない。どうして？そこ、すぐ後ろに。きゃあ、何か迫ってる。クレア、後ろ。嘘でしょ。怖いよ。そんなね、落下したぐらいで痛がる弾じゃないでしょ、あなた。冗談きついわ。話は通じないことで。あっという間じゃないか。なんだこれ。ああ、ごめん、強すぎて。何なの？いや、お前が何なのだよ。重火器を使いこなしすぎだろ。もう手榴弾の投げ方とかもプロっぽかったぞ、お前。そう、戦う女だからタンクトップ。もう安全よ、終わった。本当にシェリー、騙されるな。本当に危険なのはあいつじゃなくてこの女だ。本当に危険なのはこの女だぞ。一緒にママを探して。ママでも何でも探してやろう。いると思う。いてほしい。ええ、いいわよ。ミロ、あんなところから落ちてさ、ガーンってなったのにね、皮膚に傷一つつかないスーパーパワーの持ち主。クレア、噛まれてもなぜかゾンビに感染しないというね。Tウイルスの抵抗力も持っている。アイテムちょっと回収したいな。まあでもね、弾薬はもう無限なので回復だけかな。回復とね、手榴弾。ナイフも全く使わなくてよかったの。すげえ強いな、このミニガン。こっちよ。全然ミニじゃないのにミニガンっていうの、なんで？兵器詳しい人知ってる？俺から見たらビッグガンだよね、これね。動かないの？いや、今動いたよ。すごい。装備のエレバー引っ張っただけ。やっぱ引っ張っただけだよ。アンブレラ、あの製薬会社。ねえ、アンブレラもね、インフルエンザの予防薬を作ってくれるんならいいんだけどね。早く会えるといい。 T だとか G だとかね、作りすぎなんだよね。なんかそれグラビアアイドルなの？ F とかさ、ねえ、 G とか H とかさ。あ、鍵いらねえや。ママと働いてたけど、もういないの？ああ、私も親がいないの。今は兄貴と二人。ああ、本当に？やばいやばい。ムービースキップするところだった。ムービーはね、皆さんにお見せしておこう。
シェリー気をつけろ。その女に引っ張られると腕取れると。待ってる。ダメだ、カードキーがいる。カードキーなくてもそのさ、フェンスをさ、腕力でグイグイねじ曲げれるんじゃないのあなた。あ、なんでそこだけちょっとか弱い設定なの。か弱いアピール。本当にこっちなの？うん、そのはずなんだけど。シェリー、ずいぶん探したぞ。シェリー、こんな状況で一人で出かけるとは勇ましい。手を上げて膝をつけ。冗談でしょ。膝をつくんだ。いやいや、おっさんね、その女に手を出してはいかない。シェリー、手を縛れ。そいつ縛ってもほら、ちぎるから。それハルク並みだから。いいのか、言う通りにしないとこいつは死ぬぞ。どういうつもり。犯罪者から子供を守らないとな。シェリー、おいで。何をする気。関係ないか。その子を傷つけたら許さないから。うわ、痛い。シェリー、こっちに来るんだ。なんてことはないんだな。この程度では聞かないぞ。名前は。名前を言えと言ってるんだ。クレア。シェリー、私と一緒に来ないとクレアが死んでしまうぞ。分かった、行くから。ママのところへ連れてって。気をつけろ、おっさん。もちろんだ。今そいつの名はちぎるぞ。クレアを撃たないで。俺のやり方にいちいち口を出すな。やめて、離して。しつけがなってないようだな。教えてやろう。厳しく仕込んで。ほらほら、ちぎった。離して。意味ないから、そんなんで縛っても。あり余ってるから、パワー。無事でいて。さあ、カードキーを入手だ。まずはカードキーね。その後はあいつに借りを返す。でも敵の配置違うんだよな。いきなりさ、リッカいるだろ。リッカーもボロ雑巾のようだ。この中にもリッカーいるはずだな。やつのケツに食らわしてやる。まるでハエのようだ。死にさらすぜ。ちょっとひどすぎやしないかい。先行手榴弾も取っておこう。お前は素直に死んどけよ。起きるんじゃないぞ。開けないな。まあ開けないというよりこっちの武器が強すぎなんだけどね。
まあでもクレアといったらミニガンなのかな、わからないけど。やべやべやべ気抜いた、いた。まあね、そういうこともありますよ。さっきのやつこっちから来たけど、ガチャコン。いやでもね、武器が強いっていいね。全く別のゲームになるね、バイオハザードとか。バイオハザードというより、バイオ無双。クレア無双。よし、鍵ゲットだ。手榴弾いるかな。いらない気がするな。なんだ、今いなかったか。どこに行ったんだよ。あれ、どこに消えた。これ2体いるはずなんだけど。もう一体どこ行ったんだよ。はい、どうも、行っちゃわり。ああ、拾えないんじゃねえか、これ。しかもなんかクリティカル出たぞ、これで。頭吹っ飛んだ。もう板いらないだ、これ。
またタイランド先生出てくるんじゃないの。はい、どうも。お疲れさんでした。さて、これでどうするんだ。鍵置いてきちゃった鍵置いてきちゃったよ。あれ、いけないじゃん、こっちから。あれなんだよな、アイテムボックスもないしな。ていうか、ここ開けたっけ。もう開けたな。はい、どうも。棒拾ってこないとダメな。ここだっけ？ここだっけ？どっちだっけ。ここか。あ、殴られた。もうこのハゲが、ハゲがびっくりさせんね。まさか殴られると思わなかった。なんだお前、生きてたのか。お疲れ。あ、こっちじゃない、全然違う、逆方向行ってた。あいつ回復早いな。あいつも撃っても撃っても死なないからな。クレア並みに強いよ。さあ、これを動かして、さすが腕力。ほ
本当にね、うーとかね、言わなくてもね、こう指先一つで動かせるぐらいのね、腕力ありそうだけどな。歯車を跳ねるだけの簡単なお仕事です。まあ、次のチェックポイントぐらいになったらガトリングからみんな大好きロケットランチャーに変えようか。大惨事、なかなかやってることにひどいよね。大成功。うん、大成功じゃない、大惨事だから。うっ、何それ。ちょ見えない。お前は出たとこでもう出待ちしてんのやめてほしいな。あれ、今なんかゾンビの声聞こえたの、倒しきれてなかったかな。まあいいだろう。でこれで次もこれ孤児院に行っちゃうからな。どうしよう、孤児院までガトリング砲で行く。回復薬を1個ぐらい持っとくか。犬に当てられる自信がないんだよな。動き早いから。ちょっと待て、違う間違ってる。所長室でカードキー取らないと。焦るなよ。そんなことでね、全世界のタンクトップ兄貴からね、おごられてしまう。タンクトッパークレア。